今はね、地道な研究だけども、土壌診断をしてですね、これを積み重ねてきて、土がね、土を分からないでやるということが一番の欠点だと思いますが、それを第一にやりたいと。それから、ブランド米ということはどういうことかというと、私はやっぱり古川の米、大崎の米がブランドなんだよと。高価格帯は望まなくてもいいですから、消費者に好まれる米を年を通して何十年とこれから先に通していきたいと、その中でもう一つは環境に配慮した、今流行りの SDGs の、その取り組みをしていながら、少し長い期間をかけながら、やっていくのがいいのかなというふうに思っております。販売に関してもですね、独自に販売しているような形になりますので、いくらでもですね、高価格帯で販売できるように